こんにちは、みゆきです久しぶりに動画を撮るんですけど、この度パーソナルジムに行くことになりました。で、当初の目的はパーソナルジムに通わずに自力でダイエットするっていうことを目標としてたんやけど、まあ、もうちょっとそれが難しいなって自分で判断して、そうですね、自分でもうちょっと難しいなってことでパーソナルジムにジムを契約してきました。で、2、3年前にもパーソナルジムに行ってて、その時30万円ぐらい払ったんかな。であとなんかプロテインとかいろいろ買って、まあ、36万円トータル払って、まあ、普通のレディースサイズがね着れるような体型にはなって、まあ、自分でもめちゃくちゃ細くはないけど、まあ、満足はしてたっていう感じの体型にまでなったんですね。で、そっから2、3年かけて、もともと68キロの時にパーソナルジムに行って、60キロまで落ちたんですね。で、そっから2、3年かけて、まあ75ぐらいまで行って、さらにこの年末年始を通して、70も大体8キロぐらいまで今増えてしまいました。で、もうとにかく外食をめちゃくちゃしてたから、それは太るやろって感じなんやけど、なんかもう途中でもう太ってもいいかなって、この、もう美味しいもん食べて、もう美味しいもん食べれるやったらもういっか、それが幸せかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりなんか女性としてもう痩せて綺麗になるっていう目標をね、今の自分よりも、今私31なんですけども、31の自分、今の自分よりも35歳になった時の、私の方が綺麗でいれるように、ちょっと長い道のりではあるんですけれども、頑張っていけたらなと思います。で、パーソナルジムの値段なんですけれども、結構いろいろネットで検索したら、安い、まあ、金額的にちょっと安いっていうか、まあ、パーソナルジムにしては安いところを見つけたので、そこに通うことにしました。で、値段なんですけど、2ヶ月で入会金が0円キャンペーンっていうのをして、14万3000円。で、週に2回1時間のトレーニングと日々の食事療法で、家での運動は全くしなくていいっていうようなジムだったんですけれども、まあ、お話を聞きに行ってそこで頑張っていこうっていうことで決意しました。でもう言ったらこれで36万払って14万払ってるから、もうね、今回痩せたらもう二度と太らなんとこうっていう思いで今いてます。でも私の場合、結局やめてしまったら太るから、継続的にね、ずっと続けられるとこがいいなと思って、今のジムは、継続した時にもそんなに金額が高くなかったので、まあ、高いけど、他のジムに比べたら、まあまあって思ったので、自分の中で。で、継続して通っていくつもりです、今のところ。そう、めっちゃ太っちゃって、もうそれがね、まあ、それ食べたら太るやろって感じなんですけれども、で今のね、記録としてね、自分の体型をね、ちょっと後で撮ろうかなと思ってます。ほんまにもうこれで太ったらね、もう夏には痩せたいなっていうのをトレーナーと話してて、一旦痩せたらもう次は絶対太らんとこっていう今気持ちでいてます。でやっぱりなんかお金払ってジムのトレーナーがついてくれてることで、食べ物に、私はもうこんだけお金払ってるからっていうので、我慢できるんですよ、食べることとか。そう、甘いもんとかね、めっちゃ好きなんです。チョコレートとか、とにかく甘いものが好きで、ね、お米も大好きで、お肉も大好きなんですよ。お寿司とかもめっちゃ好きなんですけど、もうそれを、なぜか前の時もそうなんですけど、こんだけ払って、こんだけトレーニング頑張ってるから、我慢しようって思えるんよな、私は。で、今回もそれができるんじゃないかなと思って、で、その、ジムまでにとりあえずもう好きなものを、最後に好きなものを、もうこの考えが出てないけど、もう好きなものを後悔したくて、しばらく食べられへんから、もう好きなものを食べて、食べ納めってして、もうジム行く日からきっぱり食事制限も頑張って、トレーナーの言うこと聞いて、トレーニングも頑張ってやっていこうかなと思ってます。はい。でそんな感じですね。なんかパーソナルトレーニング考えてる人とか、なんかまあ、パーソナルトレーニング行ってる中で得た知識とかをここで記録に残しといてね、動画に残して未来の自分につなげていけるようになったらいいなと思って撮ってます。やっぱ今の体型です。もうね、この動画やり始めた時よりもかなり太ってしまってね、今こんな感じですね。
そんな感じです。やばいよな、ほんまやばいなと思いますなんかね、サイズ測ってもらったんやけど、お腹周りとか多分90何センチぐらいあって、もう90何センチってもうどういうことなんみたいに、もうってなりました。でジムで測ってもらった時はだいたい 78.6 とかやったかな。まあちょっと、まあ、服も着たままの状態の服って言ってもそんなね、重たいもの着てるわけじゃないから、もう何グラムっていう差なんですけれども、そんな感じでした。でね、とりあえずこれからの経過をここに残していけたらなと思います。では。